はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時半を回りました。11月5日は日曜日でございまして、千代田区23度、この日は26度ですね。いい感じでございますよ。日も照っていない。一瞬ね、日照はあったんですけども、一瞬でしたね。15分ぐらいでしたかね。あとはずっと曇り空でございまして、まあちょうどいいですね。5日日曜日でございますんで、今日はマーケット開いていません。また明日からということですね。久しぶりの亜州日報、アジアのアですね、アジア大学のアですね。州はですね、山水編の州、八重洲のすという字ですけども、山水編がついております。亜州日報、お隣さんのですね、経済系のメディアですね。日本語サイトをお作りいただいてるんですけど、ちょっと更新が鈍いんですね。だから最近あんまり見てませんでしたけど、これはおとつい3日に出た記事で、こういうのがございます。10月の外貨準備高12億4000万ドル下矢印ですね。3ヶ月連続の減少ということでございまして、ちょっと本文を読みましょう。亜州日報そんな長くないですね。先月、韓国の外貨準備高が3ヶ月連続減少傾向を続けた。米ドル高が進み、保有している他の国の貨幣の価値が下がり、外国為替規模が減ったのだ。韓国銀行は3日に発表した。2023年10月末の外貨準備高統計によると、先月の外貨準備高は4128億7000億万ドルで、9月よりも12億4000万ドル減少した。外貨準備高は8月に減少転換したのを皮切りに、9月と10月にも下落傾向を続けた。ただ10月の減少幅は前月41億8000万ドルより鈍化した。韓銀の関係者は、国民年金との外国為替スワップに伴う一時的効果をはじめ、外国為替市場変動性緩和措置というのは、為替介入をしてドルを守るという措置ですね。その他通貨外貨資産の米ドル換算減少の影響で、なんかわけわからんことを言ってごまかそうとしてますね。で、外国為替保有額が減少したと説明した。うにゃうにゃと書いてあります。まあまあ、うにゃうにゃ読んでもしゃあないので、最後行きましょうか。一方、9月末基準で韓国の外貨準備高の規模は世界9位の水準だ。お隣さんってね、世界第何位とかいうの大好きなんですよ。そんなことよりも本当の外貨準備高いくらかという方が重要だと私は思うんですけど、お隣さんはそうではない。世界第何位とかですね、こういくらあるとかいうふうに、いくらあるというか、まあそうですね、減ったとか増えたとかで喜んでますね。外貨準備高が最も多い国は中国で、前月比減少した3兆1151億ドル、2位と日本も1兆2370億ドル、まあ、いろんな数字ありますね。スイス、インド、ロシアと続いてですね、自分たちは9位であるということですね。基本的にね、こう韓国銀行がこうやって発表するんですけど、私は信用してません。まあ、大まかな傾向を反映しているかと思いますけどね。今ですね、お隣さんではですね、保守系メディアを中心に盛んにですね、ムン・ジェイン時代にですね、ムン・ジェイン政権がですね、統計数字をいかにこう恣意的に操作してきたかというのがですね、は問題になってまして、多分これ逮捕者が出るんちゃうかなと思いますね。一番はですね、不動産価格が下がった、じゃあ上がっているのにですね、その上がっている数字を歪めてですね、そんなに上がっていないというふうな数字を公表し続けたんですね。それは明快に大統領筋からのですね、こう圧力であったというふうに、統計のを司るですね、現場の人たちが証言をしているそうでございます。つまり、都合の悪い統計数字で発表するんだ、都合のいい数字に変えて発表しろというふうな圧力をかけたわけですね。つまり、不動産は上がっていないんだと。あるいは失業率は高くないんだと。あるいは経済成長はしてるんだと。いうようなですね、まあ統計を改ざんしているわけであって、中国もそうですけど、韓国もですね、基本的にこの手のですね、微妙な統計数字はですね、あんまり信用できません。で、韓国はずっとですね、こう外貨準備高っていうのは毎月発表するんですけど、多分日本も毎月発表してると思うんですけど、あんまりこのニュースにはなりませんね。
お隣さんはそれがニュースになります。割合重要なニュースであってですね、増えたとか減ったとかといってはですね、一喜一憂しているのがお隣さんです。なぜかというと、過去にその外貨準備がですね足りなくなってですね、えらい目に遭ったことがあるわけですね。それが1997年の IMF 事態ということです。その時はですね、政府がですねデフォルトに陥りかけたんですね。政府がしている、まあ火が照ってきましたね、なんかね、また政府がですねドル建てで国債を発行してたんですね。ドル建てので国債を発行するとドルが入ってくるんですけども、返す時はドルで返さなあかんわけですね。でそんな借り換えてですね、さらに発行して、それで償還って返すことですけど、をすればいいんですけども、それができなくなったんですね、経済状況が悪くなって。であわやデフォルトという寸前まで来ました。デフォルトというのはですね、例えばこれをですね11月5日に償還するとなっている、11月5日にドルで耳を揃えて入ってこうその国債を持っている人にですね、ドルを差し上げてというか出してですね、ほんでその国債のですね、を買い戻すんですかね、簡単に言えば債券を買い戻すということですね。それができなくなって、できなくなるのをデフォルトと言います。国がデフォルトするケースは別にそう珍しいことではないんです。そんな年中、年に何回もあるもんではありませんよ。何年かに1回ですけど、今はスリランカ、ベネズエラですね、過去にアルゼンチンとか、旧ソ連もやりましたね、デフォルトというの。やらかした国はいくらでもあるんですね。割と大きい国でもやっています。日本やイギリスはやっていません。アメリカも確かやっていないですね。ちゃんとした国はやらないんです。そんなむやみに借金しないわけです、ね、借金しても返すんです。まあ、日本はね、第二次世界大戦の時にもうデフォルトしたようなもんなんですよね。インフレが2000倍とかになってましたから、まあそれは置いといてですね、韓国は平時にそれをやらかす寸前まで行ったわけですね。その時はドルが足りなくなったわけです。で、間際ですね、あと1日2日という時に IMF に助けてもらって、約2年の間 IMF の経済植民地になってました。その時にですね、何もかも自由化されてですね、外資がいくらでも入ってくれるようになったんですね。だから今のサムソンの本来のオーナーはあの一族ではなくってアメリカのファンドなんですね。そういうふうにこう、まあ、侵食されてしまったという苦い経験が大人にはあるわけですね。だからこそ毎月ですね、外貨が4000何百億円あんねんとか言うてるわけです。何百億ドルかあんねんって言うてるわけですけど、その、電子信用できません。多分ね、もう、そう、数百ドル、億ドルもないんちゃうかなと思うんですね。今、たまたまね、この週末ですね、3日の終わりでですね、1ドルは1320とかそこまで来ましたけども、つい1360か50ぐらいだったんですね。今ちょっと温高になりましたけど、温があまり安くなってしまうと、隣は困るんで、市場介入するんですね、温を守るために。温を守るということは、温を買うということなんです。ウォンをなんで買うかっていうと、ドルで買うっていうことなんですね。じゃあドルを持ってなあかんわけですよ。でドルでどんどんウォンを買って買い支えてですね、ウォンの価値を守ってるっていうのは今でして、そうするとですね、外貨準備からですね、そのドルは出ていくわけですね、簡単に言えば。だからこの 1,2 年すごく苦しいですね、ドルウォン防衛をしてるんで、相当減ってるんちゃうんかなと思うんですよね。で減った、例えばね、4000億ドルあったのにですね、今2000億ドルですとかってパニックるでしょ。だからですね、そこは調整してるんちゃうかなと私は思います。1997年の時もですね、外貨準備やるって言って言い張ってたんですよ、直前まで。で IMF に駆け込んだら、 IMF がお前そのあれじゃんって、外貨準備はあと200億ドルぐらいあるんやろって、それそこだらええやんって言ったら、いや実はあれないんですって要は嘘やったわけですね。そういう前があるんです、お隣さんは。お隣さんってだからね、本当にないことを言うことにあんまり躊躇しないんですよ。日本はそれを非常に躊躇するどころか、もう絶対ありえないというふうにしますよね、本当にないことを発表するというのは。でもお隣さんってそんな躊躇しないから、多分4000億ドルというのはほぼ見せかけちゃうんかなと思います。
4000億ドルあるのにね、日本と100億ドルの通貨スワップというのを結んでるんですけど、4000億ドルあったら全然必要ないやん、100億ドルぐらいと思うんですけど、一生懸命向こうが結びたい結びたい結びたいって結んでるわけですね。はい、まあそれはいいんですけど、ということでございまして、お隣さんの外貨はですね、表面的にも少し減り始めたかなという感じの記事でございました。一応アドレスを貼っております。はい、皆さんどうもありがとうございました。